どうも、くまき音楽のくま先生です。本日は Whole New World という曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りに関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。にゃー、ということでね、今回は猫と共にお送りしていきたいと思います。途中でちゃんとギターを持ち帰りますけどね。持ち帰るっていうのもおかしい話か猫を持ってるわけではないのでね。いや、可愛いですよね、この子ね。メロちゃんって言うんです。よろしくお願いします。で、サムネにもある通りですね、切り抜きバージョンという風になってるんですよね。この曲は、リクエストアンケートで3位だったので、オンラインサロンで公開、そして YouTube では未公開となるはずだったんですが、切り抜きバーであってもですね、まあやっぱりこうなんていうんですか、ちょっとでもギター初心者の方にとってお役に立てるものでありたいなと思いますので、いつも通りですね、今回も切り抜きバージョンとはいえ、途中までねがっつり解説していこうかなと思っております。登場コードがねすごい重要なんだと思います、やっぱり。簡単コードにしているのでね、そのコードを使って弾くっていうことがすごく、なんだろうな、初心者の方にとっては、いいことだと僕は思ってるんですけれども、その登場コードはねもう全部お見せしますからね。で、ただ注意点がありまして、この曲 Whole New World は、まあ、アラジンのね、主題歌というか挿入歌というか、まあ、曲なんですよね。でアラジンってそのアニメバージョンもあるじゃないですか。そしてただ今回リクエストいただいているのは、あれなんですよね、実写版のアラジンなんですよね。で実写版アラジンのしかも日本語吹き替えバージョンというね、またこうなんていうんですか、いろんなバージョンがありすぎる問題なんですけれども、まあ、やっぱり日本人なので日本語吹き替えバージョンの方がいいかなと思ったので、今回はそういう風にしております。まあ同じメロディーなのでね、英語の歌詞が分かる方は自分で英語バージョンにすればいいかなと思います。コードは変わらないですからね。でしかもですね、歌ってる人によってなんていうんですか、ちょっとこうアレンジが違ったりとかするんですけれども、じゃあ何今回チョイスするのかっていうと、アラジンの実写版の吹き替え版の、サウンドトラックみたいな、のがあって、その中ですごいちょうどいい感じでね、ホールニューワールドがね収録されておりましたので、それを、参考にさせていただきました。でちなみに、カバー音源はオンラインサロンに載せておりません。YouTube に載っておりますくまっけジャパンチャンネルっていうところで載っておりますので、そちらで音源確認できるんじゃないかなと思います。まあカバーなんですけどね、どうしてもねアーティストの、音源っていうのは無断使用になってしまうので、そうならないためにも、僕はカバー音源っていうのを使っております。いつかね許可取れたらいいなって思ってるんですけどね、なかなか難しいですよね。広告収益っていうのは、共有になっておりますよってことですね。まあ言うと僕の動画を見ていただくとアーティストに収益が入るということですね。アーティストにとってはねプラスでしかないですよね、それってね。羨ましいな、俺もそういう風になりたい。というのは置いといて、では早速ね解説していこうかなと思います。前置きが長かったんですが、なんで長かったかっていうと、猫とね戯れていたかったからですね失礼しました。ということで今回ホールニューワールドコードを紹介していきたいと思います。カポなしです、カポなしでできます。ではいきましょう。 D G そして Bm7、 この Bm7 ですがバレエコードにしていただいても構いません。ただ僕は初心者向け弾き語り講座ではバレエコード使いませんので、 Bm7 はこの押さえ方でやっております。で僕ね中指使うんですよね、中指をこうここにね置くんですけど、多分画像で出してるのこっちなんですよね、人差し指。最初ね僕こっちでやってたんですけど、どっちでもいいんですよ、結局好みなんで。僕ねなんかこっちの方がやりやすいなと思ったんで今こうなっておりますが、まあどっちでもいいですよということでした。そして E7 ですね。そして A、まあここら辺はね他の曲でもよく出てくるんじゃないかなって感じです。そして Fm7 は、まあ、F の代わりにやりますよってことなので、 F ができる人は F でやってみてください。 F ってこれです、バレエコードなんですよね。これを簡単にすると Fm7、にしたらいいんじゃないかなって僕は思ってるのでそうしております。そして Bb っていう曲、コードはこうなんですよね、バレエコードなんですが、難しいので指3本使って3本だけ弾くようにしましょう。こういう押さえ方ですね、B フラットの簡単バージョンになります。まあ、B フラットに関してはね、いろいろこう簡単なやり方がありまして、例えば、バレコードのこのこれも B フラットなんですよ。これを簡単にするとこう
うん、ただ、初心者の方にとってこのフレットって言うんですけど、ここフレットの移動って、結構難しいんですよね。何番目みたいな、うん、これ6番目なんですけど、6番目ってどこみたいになりがちなので、やっぱり分かりやすい A をずらすだけのこの B フラットが、まあ、すぐやるにはいいんじゃないかなって感じですね。人差し指だけで押さえて3本だけ弾くっていうのもありです。まあ、簡易コードってやつですね。そして C、Dm7、そして E フラット。E フラットはこうなんですけれども、E フラットも簡単にします。E フラットっていうコードは D シャープとも言うんですよね。D を半音上げるものが、D シャープで E フラットだったりするんですけど、まあそれをちょっと利用しましてですね、ここが D ですよね。D を半音上げた。この3本だけを弾いて E フラットを代用しましょうっていうことになります。はい、ベースの音を入れたいのであれば E フラットこの押さえ方になるかな、うん、なんですけど、これもほぼバレーコードなんでね、難しいと思います、この押さえ方なので、こっちでまずは慣れましょうということですね。そして Gm、 Gm というコードはこのようにバレーコードですが、これを簡単にしましょう、簡単にして代用しましょうということですね。人差し指でこの、1,2,3 弦全部押さえて、弾いちゃうのが僕は楽だなって思いますね。難しければ3本、指3本にしてもいいですけど、まあ、人によってはこの指3本をわざわざ置くっていうのがね大変だったりもしますので、その場合人差し指で、バレコードの練習にもなりますのでね、まあ押さえてやってみてください。でコメントでいただいてたんですけれども、ここで答えます。バレーコードから目を背けて練習してますと。で結構弾けるようになってきましたが、まあそのこのまま目を背けたまま行ってしまいそうですと。あ、もうおっしゃる通りですね。僕もですね、あ、これもう F の代わり F メジャー7でいいじゃんみたいなBm7、 あ、もうこれでいいじゃんみたいな、開放だけでいいじゃん、やったぜみたいな感じでね、僕もね一時期なんていうんですか、バレーコードから目を背けてねやってた時期がありました。ただですね、ギターに慣れてくれば慣れてくるほど、もっともっとってなるんですよね。具体的に言うと、バレーコードってこういうリズム、そこまでやんなくていいんですけど、ジャッジャッジャッチカ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 みたいな、こういうのを出すのってもうやっぱバレーコードじゃないと無理なんですよね。でこういうのをやりたくなってきたら、それがチャンスです。バレーコードを覚えましょう。まあ僕の生徒はですね、並行してやってますけどね、練習の中でね。でも僕が独学で覚えた時っていうのは、もうひたすらですね、ローコードっていうか、このバレーコードじゃないコードをとにかく完璧に覚えまして、いつでも抑えられるようにした状態にした上でバレーコードを覚えていきました。もうね、そうするとにギターに慣れてるんでね、だいぶできるんですよね。忘れもしない、本当にね。一番最初僕は、バレーコードに本当に挫折したんですけど、だけど、できるようになってますので、そう考えるとね、本当ね、なんていうんですか、目的地に行くまでに新幹線で行っても飛行機で行ってもいいわけですよ。何で行ってもいいんです、歩いて行ったっていいんですよ。バレーコード弾けるようになるっていうこの目標は、まあ常にあってもいいかなって感じですね。だって弾けた方がいいじゃないですか、弾けないより。だけど別にゆっくり歩いて行っていいんです、そこまでに。なのでね、全然決めつけず、楽しみながらやってみてください。音楽って自由なんでね。だってバレーコードやんなきゃいけない決まりなんかないじゃないですか。ただ僕の場合はリズムが出したいっていう欲が出てきたのでバレーコードをやりましたけど、人によっては別に一生やんなくてもいいわけですよ、言ってしまえばね。やりなさいとか言う人がいたらですね、クソくらいでいいです、そんなのだってそんなね、左右されるもんじゃないですからね、人にね。まあ、もしねプロのミュージシャンとしてやっていきたいんですみたいな、でそのミュージシャンの例えばバック演奏でね、ここはバレーコード入れてほしいんですって言われたら、それは答えなきゃいけないですね、プロなんでね。だけどね、自分で趣味でねやる分には誰もね文句言いませんからね。文句言う人がおかしいです、それはね。ということでね、まあ長くなっちゃったんですけれども、バレーコードやりたい時にやってくださいっていう結論でした。はい、ということでホールニューワールド、ちょっと触りだけやっていこうかなと思います。アルペジオね、うまく使うといいんじゃないかなっていう印象が僕はありますね。連れて行くよのところ、低いんですよね結構ね。だからすごい歌ってる人がね、あんな低いのにしっかり出せるのすごいわ。では行きましょう。連れて行くよ君の知らない
きらめき輝く素敵な世界みたいな感じですよね。歌なしだとこうなります。じゃあコードなしだとこうなります。はい、あまりにちょっと地味すぎなんですけど、あ、今の部分これですね。テレレレン、君の知らないっていうところがちょっと特殊かな。テテ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 ってやってるってことですね。1234 1234、うん、基本のアルペジオはこういう風になっていくってことですね。で後半はあのストロークやってます。詳しくはあのくまっけジャパンチャンネル の, あのカバーバージョン見てください、うん、そこでやってますんでね。で、ここから先はオンラインサロン限定っていう風にしていきたいと思います。オンラインサロンではお手本弾き語りに合わせたね、いつものこうやって弾くやつもそうだし、ストロークのがっつり解説もあります。プラスワンでね、なんかオンラインサロンの方だけに結構伝えてることもあったりするので、もし興味がある方、いたらですね、オンラインサロン加入していただけたらなと思います。概要欄から加入すること可能です。まあ、安いんでねあのカポとか買うよりよっぽど安いのでね、ギター買うよりねよっぽど安いので、ね、もし興味があればあの加入していただけたら嬉しいです。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。続きはオンラインサロンでお楽しみください。では。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。